皆さんこんにちは、アトムです。今回はですね、コーディネートをご紹介させていただこうと思います。タイトルにもあると思うんですけども、僕は低身長で身長が161センチしかありません。なので他の人と違ってスタイルが悪く見えたりだとか、いろんなところで悩まされております。その中でも低身長なりにスタイルをよく見せるようなコーディネートを意識していたりだとか、低身長でもかっこよく綺麗に着こなせるコーディネートだったりとかをいつも考えてコーディネートを組んでおります。その中でも実際に皆さんにもおすすめしやすいポイントだったりとか、低身長でもこういったところを気をつけていけばすごくいいコーディネート作れますよっていうところで、今回は皆さんのためになるような動画を作りたいなと思って、今回の動画をやらさせていただきたいなと思っております。なので今回はコーディネートに悩んでいる方だったりとか、コーディネートのサイズ感についてだったりとか、色合いの使い方だったりとか、いろんなところを徹底的に工夫して解説しておりますので、ぜひね、参考にしていただけたらすごく嬉しいです。それでは早速動画やっていきましょうか。どうぞ。早速やっていこうと思います。今回は画像形式でご紹介させていただくのと、実際のコーディネートで気をつけてる点だったりとか、ポイントっていうのを解説させていただこうと思います。はい、まず一つ目のコーディネートはですね、こちらになります。ダイワピア39のアウターを羽織っていて、シャツはユニクロ U を使っております。インナーはクメ繊維のインナーを使っていて、パンツはオーラリー 22SS のアイテムになってます。でシューズはコンバースのピンクのシューズを履いております。今回のコーディネートのポイントはですね、大きく2つございまして、まず1つ目のポイントはですね、シャツのピンクとシューズのピンクの色合いを統一してるってところがかなりポイントになってるかなと思います。ピンクの色合わせの統一って結構難しいかなと思われがちだと思うんですけども、こんな感じでこう自然な感じで色合わせしてあげるけども、だいぶこう統一感が出てくるかなと思います。ピンクのシャツ、そしてデニム、ここの合わせだけでもかなり明るくて、ちょっとレディースっぽいようなコーディネートになっているんですけども、今回のコーディネート、そのレディースっぽさに慣れすぎないような感じに工夫するためにも、ちょっと黒のね、テック系のダイワのね、メンズっぽいアイテムっていうのを羽織ってあげて、最終的に色彩を引き締めてあげております。結構こうピンクとね、青で色彩がこう薄い感じになってしまっているので、そこで黒のアウターでしっかりと色を引き締めてあげる、そんな感じで今回はコーディネートを組んでいました。で、低身長さんに、まあ、最も僕が言いたいことっていうのは 何かっていうと、パンツのシルエットを一番気をつければ、こういったカラーものだったりとか、アイテムを使っていても、全然スタイルをよく見せるようなコーディネートが作れるっていうところです。はい。今回履いてるパンツに関しては、ワイドストレートからちょっとセミフレアがかってる、まあ、このセミフレアがかってるところのポイントっていうのはちょっと考えてほしくないんですけど、このワイドストレートでこうストンとした押した感じのパンツっていうのを履くことによって、非常にこうスタイルもよく見せるようなコーディネートにつながってくるんじゃないかなと思います。僕自身がいつも履いているパンツはこういったちょっとね、落ち感ないようなこうワイドストレートのパンツだったりとか、フレアパンツだったりとか、そういったなるべくこう足長効果がしっかりと出るようなパンツっていうのを履くことにしております。そうすることによって、そんなになんか変になりすぎず、なんかこなれ感も出ていて、しっかりとこう色を使っていてもすごく綺麗で、なおかつ足も長く見せるようなコーディネートが作れるので、まあ、こんな感じでコーディネートしてあげるのは非常におすすめなんじゃないかなと思っております。はい、続いてのコーディネートはですね、こちらになります。ニットベストはユニクロのアイテムになっていて、シャツはコモリのシャツになっています。パンツはユニクロ U のフレアデニムを履いておりまして、シューズはパラブーツのシャンボードを履いております。まあ、色彩ポイントとしては、まずはこの青系まとめたっていうところがポイントですね。ネイビー、サックスブルー、そしてネイビー、インディゴのブルー、はい、ここね、ブルーの感じの統一感でしっかりと色をね、まとめてあげております。その中でも色彩が濃いタイプ、色彩が薄いタイプっていう、こうメリハリを効かせてあげてます。シャツとニットベストでこうメリハリを効かせる、そこにまたこのデニムのね、ちょうどいいネイビーのインディゴの感じ、この色彩をこう合わせることによって、なんとなくこうまとまっている感じっていうのが出てるかなと思います。で、2つ目の、まあ、ポイントになるんですけども、まあ、フレアデニム超おすすめです。低身長さんとかには特にこうフレアパンツっていうパンツ自体がすごくおすすめなんですよ。なんでかっていうと、足長効果がもう本当に出やすいんですよ、シンプルに。なので、まあ、こういったパンツをね、履くことによってスタイルもすごくよく見せてくれることもできるし、そういった観点でもすごくおすすめです。で、今回のコーディネートは腕まくってるものと腕まくってないものがあるんですけども、まあ、腕まくんなければ、まあ、なんかこうすごい綺麗なスタイリング組めるし、腕をまくることによってちょっとこなれ感も出るようなコーディネートが組めたりすることもできるし、まあ、こんな感じの色合わせをしてみました。
な感じで気分でこういったスタイリングのね雰囲気っていうのを変えてあげるのもとてもおすすめです。最終的にシューズはブラウンのシューズを持ってきてるんですけども、こんな感じでブルー×ブラウンの相性がすごく相性いいので、ぜひですね、こういったブルー系のシャツだったりとかブラウンのシューズとか、ね、革靴とかは結構あると思うんですけども、そういったアイテムをね持っている方はこんな感じで色合わせ挑戦してみても非常にいいのかなと思います。結構こう寒色系のコーデだと僕なかなかしないんですけども、こういった感じで、ね、ちょっと寒色系でまとめつつブラウンのシューズでまとめてあげるみたいな感じでコーディネートも超おすすめなので、ぜひね挑戦してみてほしいなと思います。はい、続いてのコーディネートはですねこちらになります。青山で撮ったコーディネートなんですけども、ユニクロ U のドリズラージャケットとオーラリーのカーディガンですね。で、インナーはこれ久米繊維かファミマの T シャツですかね、どちらかな、うん、パンツはオーラリーと5525ギャラリーとポギーさんのコラボのアイテムのパンツを履いております。で、シューズはコンバースを履いております。このコーディネートも結構一見難しそうに見えるんですけども非常に簡単です。はい、トップスとシューズで、まあ、モノトーンでまとめてあげて、まあ、プラス1色っていうところを意識しております。チェックパンツに関しては一色さえが、まあ、いろんな色は入ってるんですけども、こんな感じでなんかプラス1色みたいな感覚で使ってあげるだけで、こういったチェックパンツとかも非常に簡単にこんな感じで履きこなすことができます。で、こういったチェックパンツってすごく難しいと思われてると思うんですけども、全然ですねパンツのシルエットとかをしっかりと意識するだけで超余裕で履くことができます。はい、パンツのシルエットはワイドストレートという形を履いていて、中でもこういったセンタープレスってものが入っているタイプを選んであげました。センタープレスがあることによって足のラインっていうのが足の効果がしっかりと作れるので、こういったチェックパンツを履いていても全然こうスタイルをね悪く見せれるような感じにはならないんですよね。まあ、このねオーラリーのパンツのシルエットがねめちゃくちゃいいっていうところもあるんですけども、まあ、こんな感じでセンタープレスが入っていて、こういったチェックの柄で難しそうには思うんですけども、シルエットのいいパンツを選んだだけでだいぶこうスタイルをねよく見せるようなコーディネートが組めているんじゃないかなと思います。トップスに関してはモノトーンで作っているんですけども、ちょっとした工夫っていうのをやっております。ドリズラージャケットの中に、まあ、このカーディガンをレイヤードしてるところがポイントですかね。こう通常でしたらこういったジップのブルゾンに対して白 T とチェックパンツみたいな感じのコーディネートになると思うんですけども、ここが単調になりすぎない感じになっていて、一つ工夫こういったカーディガンだったりとか例えばベストとかでもいいんですけども、そういったアイテムを一つレイヤードで挟むだけでだいぶ雰囲気をガラッと変えれるので、こういった感じのレイヤードをしてあげることによってより一層こうコーディネートのランクがぐっと上がっていくんじゃないかなと思いました。で、上はモノトーンで、シューズもモノトーン、ここでしっかりと色彩を統一して、まあ2色じゃないですか、そこにブラウンのパンツを1色ぶっ込むっていう感じでやってあげれば全然ですねこういったコーディネートも可能なので、ぜひ参考にしていただけたらすごく嬉しいです。はい、続いてのコーディネートはですねこちらになります。プラス J の白のマウンテンパーカーと黒のオーラリーのカーディガンですね。で、インナーは久米繊維のアイテムを使っていて、パンツはオーラリーの 22SS の先ほどのデニムですね。今回のコーディネートは非常にシンプルなコーディネートになっています。ちょっと一つ難しいなというポイントがあるとしたら、白のアウターを着てるってところかなと思います。白のアウターを着る際にはちょっと色合いをこう使おうかなと思ったんですけども、結構ですね着てみるとですね、白のアウターって主張がめちゃくちゃ強いので、こんな感じでなんかモノトーンにしてあげて綺麗めなデニムと合わせてあげる、そんなに変になりすぎず、なんかまとまりも出るような感じで組めるので超おすすめですね。で、このプラス J のマウンテンパーカーね、最近こうメルカリで3000円ぐらいで買ったのかな、3500円かな、それぐらいでなんかゲットできたので、ちょっとね使ってみようと思って今回撮ってみました。まあ、こんな感じでなんか白のアウター入れて、でもカラーもの入れてあげてもいいですよね。インナーのところにシャツとかカーディガンとかでね、なんかグリーンとかオレンジだったりとか、そういった感じの色味を合わせてあげてもすごく可愛いですし、まあ、シンプルにこうモノトーンでねコーディネートしてあげるだけでだいぶコーディネートがね難易度っていうのは下がっていくので、まあ、こんな感じでシンプルに合わせてあげるのも非常にいいのかなと思います。無駄な色を使ってないところですかね。色味は基本的に3色以内でまとめているので非常にまとまりもあって非常にいいんじゃないかなと思いました。これは結構おすすめしやすいかもしれないですね。はい、続いてラストのコーディネートはですねこちらになります。コモリの白シャツにピンクのユニクロ U のロンティー、そしてフレアデニムとコンバースのシューズを合わせております。いかがでしょうか。今回のコーディネートは非常にシンプルなんですけども、中のロンティーをちょっとカラーものを使ってあげて味変をしてあげたっていうコーディネートになります。フレアデニムは先ほどと一緒なんですけども、足長効果を作るために、フレアデニムを履いております。で、
合わせやすいシューズ何を持ってこようかなって考えた時にシンプルにコンバースのこの黒白のアイテムが使いやすかったのでこんな感じで合わせてみました。はい、今回のコーディネートに関してはタックインをしてあげてフレアパンツの足長効果をね作ってあげてもよかったんじゃないかなと思ったんですけども、こういったカラーものをタックアウト、まあ、今のですねこの動画で見ている感じのタックアウトとこのじゃあタックインをした状態、このタックインをした時の状態はちょっとだけ若さが出るかなと思います、うん、ちょっと若さ出ますよね。やっぱりなんか大人の年齢になるほどちょっとしづらいっていう印象は正直タックインってあると思うんですよ。なんですけどタックアウトするだけでどうだよ、ちょっとラフさが出てなんか大人っぽさもありますよね。どうでしょうか、うん、でカラーものを使うとタックインした時に結構ですね、まあ、ちょっとなんだろう若さが出すぎてしまってて、特に童顔の僕に関しては非常にこうなんか学生っぽくも見えるような感じになってしまうっていうのをちょっとなんかこう避けようと思ってちょっとタックアウトにしてみました、はい、そうすることによってちょっとこうこなれ感も出つつ大人でもちょっと上品のある色使いのコーディネートができるっていうところで、まあ、こんな感じでちょっとタックアウトをしてあげてこなれ感を出したっていうところが、まあ、今回のコーディネートのポイントになってるんじゃないかなと思います。白シャツとまあシンプルにデニムにそこにプラス1色でピンクのこういったロンティーを持ってきたっていう感じの色合わせですね、はい、これをコーディネートは非常に真似しやすいかなと思いますので、ぜひですねこういったデニムと白シャツ、そしてプラスなんかカラーの T シャツ、ユニフロ U とかこういったロンティーだったりとか半袖の T シャツ売っているので、まあ、こんな感じでちょっと色味をね統一したコーディネートを仕上げるだけでも低身長でもすごくかっこいいコーディネート作れるので非常におすすめなコーディネートになってます。はい、今回のコーディネートいかがだったでしょうか。他のコーディネート紹介チャンネルと比べてですね、結構真剣にガッツリとね、ご紹介させていただいているチャンネルになっておりますので、ぜひですね、少しでも参考にしていただけた方、参考にしていただけたらすごく嬉しいです。はい、今回ご紹介したコーディネートたちは、インスタグラムにも随時載せていきますので、ぜひですね、インスタグラムのフォローもよろしくお願いいたします。今回はですね、ファッションチャンネルなり、なかなかコーディネートを紹介やらない僕だったんですけども、久しぶりにですね、ガッツリコーディネートをご紹介させていただきました。また需要があればですね、まあ来月とかもね、なんかやっていきたいなと思っておりますので、ぜひなんかやってほしいっていう声があるかわかんないですけど、もしあったらね、コメントしていただけたらやる気につながりますので、ぜひお願いいたします。はい、今回の動画は以上になります。あ、僕のチャンネルはですね、こんな感じで低身長さんにおすすめなコーディネートをご紹介だったりとか、ファッションアイテムのご紹介だったりとか、低身長でもファッションに気をつけるポイントだったりとか、こんなアイテムがいいんじゃないかだったりとか、ね、そういったメンズファッションに関する情報っていうのを発信しているチャンネルになります。より、まあ、低身長さんに寄り添ったチャンネルになってるんですけども、まあ、低身長さん以外でも、こういったファッションの参考になるような動画っていうのを出しておりますので、ぜひですね、今回の動画いいなと思っていただけた方だったりとか、もう動画見てやってもいいかなって思う方は、ぜひチャンネル登録していただけたらすごく嬉しいです。結構真剣に本気でやっておりますので、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。以上、あつめでした。Close the door, been a long time, a year before, and I'm missing you so bad.